さあフルカウント、空振り三振、最後は外のボール球、バットが回ってしまいました。ツーアウト。これはかなり遠いボールでした。センターへ辰巳、追いかける辰巳、追いついた。さすがは辰巳という守備範囲、センターの辰巳が追いついた。まっすぐ空振り三振、ワンアウト。打ち返しましたがセカンドの正面、ツーアウト。レフトへ、レフトの岡島、ゆっくり下がって取ります。スリーアウト。キャッチャーの前、安田、ワンアウト。決まりましたし、まあ、ゲームもしっかり動いてます。打球は右中間、伸びはありません。ポランコの打球、いやいや上がった角度は良かったんですが、まあ、少しこうバットの先ですかね。あ、そうですか。一瞬スタンドも沸きましたが、何せ昨日ホームラン3本のポランコ。ショート村林、スリーアウト。5回